はいこんにちはレトスの大野です9月6日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます試験まで残り1ヶ月ちょっとですねこの1ヶ月でも実力は上がります諦めずに勉強しましょうただ1つ条件がありますそれは私がずっと言い続けていることなんですけれども勉強の仕方を間違えたら どれだけ勉強を頑張っても合格できませんしっかり理解学習を行うことこれが実力を上げるための条件になってきます実際理解学習をしているつもりになっていて理解学習ができていない方が多いです市販の模試はそれほど難しくないので過去問が得点できていれば市販の模試で40点ほど取れるんですけども弊社レトスの模試は本試験レベルでそうはいきません 理解学習ができていないと得点できない仕組みになっています今からでも実力は上がりますまた理解学習の確認もできますぜひ行って最後に実力を上げてください弊社の予想模試はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認くださいそれでは本日の3問に入っていきます債権者は複数の連帯債務者全員に対して格別にかつ同時に 全額を履行請求することができる。ルかバツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。格別にっていうのは、一人一人にっていう意味です。債務者一人一人に、かつ同時にってことですね。連帯債務の債権者っていうのは、債務者の一人、または全員に対し、同時、または順次に全部、または一部の履行を請求することができます。 つまり、100万円について3人の連帯債務者がいたと仮定しましょう。債権者は3人全員に対して同時に100万円を一気に請求することって可能なんですね。3人に対して100万円、100万円、100万円っていうふうに請求すること可能なんですよ。なので、丸だということなんですね。もちろん、誰か1人から100万円を返してもらえば、その他の債務者からお金を返してもらうことはできません。 これなぜかというと、100万円返してもらった時点で、債権者が持っている100万円の債権消滅しますよね。だから、請求するのは全員に対して請求することはできるけれども、100万円を誰かから返してもらったら、その時点で他の人からお金をもらうことはできませんので。まあこれは当然ですよね。まあこの内容は連帯債務の基本的な内容なんで、この具体例を頭に入れておけば大丈夫です。では問い2です。 宅建業者 A 社が業務停止処分に違反したとして免許を取り消されその取り消しの日から5年を経過していない場合 A 社は免許を受けることができない丸かツかという問題ですで答えは丸ですね不正手段により免許を取得した場合業務停止処分自由に該当し上場が特に重い場合業務停止処分に違反した場合この3つのいずれかの理由によって免許を取り消された場合は その取り消しの日から5年、これを経過していないと免許を受けることができないんですね。したがって、免許取り消しの日から5年を経過していない場合、弊社は免許を受けることができないというのは丸になるということです。まあ、基本中の基本の問題ですね。これは解けると思うんですけれども、似たような問題で注意すべき問題があります。引っ掛け問題として出題される部分で、受験生もよく勘違いしている部分なんですね。 でこの点は少し、えー、話が長くなりますので、えー、個別指導でお伝えいたします。えー、個別指導の受講者さんは、えー、受講者専用のメールマガの方、えー、ご確認いただければ載っていますので、そちらからご確認ください。では、問井さんです。宅地造成等工事規制区域内において、私立高校用地の造成のため、10万平米の土地について、切り土、または盛土を行う場合、盛土規制法の宅地造成の許可を有しない、丸かツかという問題です。 で答えはこれですねこれは昨日の問題の類題となります。森戸規制法でいう宅地っていうのは農地、再造放牧地、森林、道路、公園、河川、その他政令で定める公共施設のように供されている土地以外の土地を言います。つまり私立高校用地はこれらに当てはまらない以外の土地なので宅地に該当するということですね。したがって 宅地造成の許可は必要となりますちなみに、国、または地方公共団体が管理する学校、例えば、公立高校用地ですね。これは、宅地には該当しません。つまり、私立高校用地は宅地に該当するから、森戸規制法の許可の対象となって、公立高校用地は宅地ではないので、森戸規制法の許可の対象にはなりません。という話です。で、これらは一緒に覚えてしまえば効率的なので、 一緒に覚えましょうそして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています理解学習ができていない方予備校や通信講座市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方点数がまだ上がってこない方こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてくださいこうやって理解するのかこういうことだったのか 新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。